生理痛の薬飲んでるんですか？そうです、イブ飲んでます。あ、そうなんだ。飲まないともう本当、何もできない、あ、そんなに重いんですか？そうなんです。大変ですね。それってもう始まった時からずっと？いや、でも1日だけなんかもう本当盲腸並みに痛くて、はい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 、で次の日から収まって動けるように。ああ、そうなんだ。あ、じゃあ薬飲むのは1日だけで？そうです、まあ1日か2日くらいで、へえ。やっぱ1日はもう寝たきりになるぐらい。それがもう、で、じゃあ10年以上そうなんですか？そう、あ、でも、うん、で、だんだん痛くなってきました。それちょっとまずいんじゃない？なんかあるんじゃないですか？あ、でも、なんだろう、うちの姉ちゃんもすごい痛がってて、うん、注射とか打ってました、その痛みとかも。産婦人科医とか行ってます？行ってないです。あ、行ってない。なんか、はい、あの、年齢が上がって痛くなるってちょっと心配みたいですよ。え、そうなの？うん。だってあの、普通は落ち着いてくるから、お、思春期の時に始まりが痛くて、うん、まあその仕事がね、大変だったりするときつくなったりしますけど、今って別にそんなにね、そうですね、うん、ストレスない状態みたいですし、だとするとちょっとやっぱなんか理由があるかもしれないので見てもらった方がいいと思います。うん、なんか痛い箇所が変わったんですよね。前は腰が痛かったんですけど、あ、はい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 、今腹痛。私ほとんどないんでわかんないですけど。あ、いいですね。うん、学生時代は重かったですけど。あ、うん、あれは自転車通学も関係あったみたいです。自転車良くないらしいです。あ、そう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 。ちょっともしだったら一回行った方がいいですよ。うん、うん、あの結構なんていうんですか、子宮口屈とかあの、何かしらある可能性があるので。うん、あ、でもその分かっちゃった方が安心じゃないですか。なきゃないで安心だし、 あ、 確かに、あったらあったで、まあ、それに応じた処置をするとか。うん、なんか全然問題ない人ってあんまりいないみたいなんで、多少何かしらある方が、まあ、多いというか、うんうんうん、だからもう知っといた方がいいんじゃないですかね。ああ、そうですよね。うん、なんか妊娠出産で治っちゃったりすることもあるみたいですけどね。ああ、私そうでした。あ、いいですね。うん、ちなみに今どうですか、左足？最初と同じ感じですけど、あ、だんだん気持ちいいに変わってきました。はい、右の方がまだ痛いですかね。こっちはもうやってないから。そうなんですよ、そうですよね。でも我慢できるぐらい、ぐらいに。あ、そうなんですね。足の長さがちょっと変わりました。こっちの左の方が伸びてます。そう、生理痛の生態って全然大丈夫なんですけど、うん、場合によってはこう出血量が多くなるので、その辺だけご留意ください。あ、はい、はい、はい。循環が良くなるので、うん、はい、それでちょっと
増える場合もあります。もう動きやすい時期なので、うん、調整するのには本人が辛くなければ、うん、はい、いいんですよ。体勢とかでなんか嫌な感じあったり気になることあったら言ってくださいね。あ、はい、痛い。だいぶですね。心地の爪も親近感を覚えますね。塗ってないとことはみ出してるところが もしかしたら見ている方がこういう、こう女性特有の話をするのは聞くのはセクハラだとか言われるかもしれないので、どうなんですかね。モンハさん的には希望でしたらカットしますけど、はい、あ、でも、はい、大丈夫ですよね。体のこと話すことになんか意味がある気がする、はいはい、あ、そうですね、まあ、普段は言いませんけど、うん、うん、そうですよね、まあ、必要のあってのものですしね、まあ、別になんていうか、ただ興味本位でというわけではないので、そうですね、うん、むしろなんかそういう生理用のナプキンの CM がエッチだとか言ってる人、なんか気持ち悪いなと思って。そんな人いるんですか。いるんですよ。なんか変わり者ですね。そう、そんなのラボスな子供もいるんだからみたいな、批判してる人いるらしいですよ。でも子供を気にしてないと思いますよね。別に気になるかな。私は別に子供の時気になってなかったけど。あ、でもボラゲノールの CM とか。ああ、お尻が映るからとか、うん、結構そうなんだ。でもなんか昔の CM ってもっとなんか、うん、ダイレクトにおっぱい揺らしたりとかそういうのありましたよね。普通になんか飯まーいとかガンガン出てましたからね、昼でもティーバックで、スペンスドラマとか普通にエロいシーン。ああ、そうですね、おっぱいも出たりしましたよね。あのお風呂場とかなんかそういう、必ずラブホのシーンが、ラブシーンがありましたよね。結構普通に全裸でなんか映ったりしてましたよね。なんかもうめちゃダイレクトな表現がいっぱいありましたよね。なんか普通に映して、なんかまあタバコとかね、うん、暴力とかもガンガンありましたしね。ありました ね。最近厳しいですよね。そうですね。なんかあの変な風になってるらしいですね。なんか急いで逃走するシーンなのにシートベルトは締めるとか。そう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 、なんかこれから人殺しに行く人なのに律儀に交通ルールは守るみたいな。なんかそういうのがコンプライアンス、男はコンプライアンスなんですね。ちょっとおかしなことになってますよね。表現の自由が、ああそう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 、うん、奪われてますよね。
どうですか、ちょっと痛みか、くすぐったさ減ってきました？あ、でもそっちまだちょっと、まだちょっとダメな感じ。鋭い痛みが、鋭い痛みあります、まあ、ここちょっともともとに痛いんですよね。なんか右の方が硬さが取りにくい気がしますね。確かに。痛みも強いみたいですしね。あた、おお。めちゃくちゃ痛そう。あ、新たな痛みが。自体は結構柔らかくなってきましたね、うん、減りました？あ、そこはもう大丈夫でした。はい。あ、かかと痛い。凝ってますね。あ、痛い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 。腰良くなさそうですね。まあ、やっぱ生理痛が重い方、生理痛とかなんか生理痛が辛いっていう方は、うん、骨盤の開閉に問題があることが多いんですよね。スムーズに開閉がしてないので痛みが出ちゃうっていう、うん、あ、痛い。足の硬さも結構強いので、あ、ちょっと痛い、あ、ちょっと痛い、これはダメですね。うん、あ、痛い痛い。なんか足短いっすんだよ。そう、うん、トリートメントしてもと治ってないから多分もう上から来てるのかなと思いますね、うん、いつもなんか長さが違いますね。揃わない。やばいですね。まあまあまあ、どうしてもまあ出ますよ歪みは。シタオルの準備が少なかったんですよ。一枚で拭き取りしますね。
大変ね。なりました。こうさっき右側これでくすぐったいっていう話が言いましたけど。そうですね。なくなりました。うんうんうん、次もまあ最初に比べるとだいぶ良くなってきたって感じありますね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。